はい、皆さんこんにちは、こんばんは。マイメロ GB417 ことはーちゃんです。今回は休日の一日を動画にしました。朝起きたらすぐ顔を洗います。ヘアバンドをして髪を縛ってタオルを用意します。その後目が悪いのでコンタクトをします。その後に服を選びます。だいたい5分ぐらいで服を選びます。この日はこの服にしました。こんな感じです。脱いだパジャマを洗濯機に持っていき朝ごはんを食べます。割と朝は和食が多いです。歯磨きをします。その後に愛犬のおむつを作り置きしておきます。字幕を読んでいただいたらわかるんですが、糖尿病の愛犬のためにおむつの吸水量を多くします。普通のおむつだと足りないのでたくさん吸水量を増やすためにパッドを入れてます。糖尿病の犬は結構尿の量が多いので普通のおむつじゃ足りなくて垂れ流しの状態になっちゃうので吸水量を増やします。この作業を作り置きしておきます。名前を書いてます。その後にご飯をあげます。食事にこだわりがある犬用というご飯をあげてます。これを2匹を用意しています。これはちなみに夜もやってます。朝と夜ご飯をあげてます。その後に犬の資格の勉強をしたりします。この日は第3回の提出課題の勉強をします。この第5コースまであって今3のところをやっていて提出が終わったところです。その後にお仕分けファイルの材料の買い出しに行ってきました。その後どんぐりでお昼ご飯を食べました。その後にお出かけに行きました。コーデはこんな感じです。この日はメイクをしていなかったので顔出しでは撮っていないです。その後にお買い物が終わったら息抜きでスタバに行きます。お洋服とかお裾分けファイルの材料とか見終わった後に疲れたら甘いものを取ります。その後家に帰って動画をアップします。日によってアップする時間は違います。その後に夜ご飯を作ります。料理が好きなので料理を手伝います。その後に雪かきをしました。北海道は雪がすごいので雪かきを手伝わなきゃならなくて結構大変です。おじいちゃんおばあちゃんは腰とか痛いので私とママとパパでやってます。結構大変で寒いです。その後にすごく寒いのでお風呂に入ります。そしてメルカリで商品を出品したりします。この日はこんなものを売りましたが日によって違います。お裾分けファイルも売ります。その後に出品が終わったら次の日の授業の英語のノートを書きました。そして学校の準備をします。で寝る前に何かしら食べます。ご飯を食べたりヨーグルト食べたりパン食べたりスイーツ食べたりします。お腹が空いた状態だと寝れません。で、こんな感じで今日の動画は終わりです。YouTube でいろんな YouTuber さんの動画を見て寝ます。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。